はい、今回は小泉進次郎と日本崩壊について考えていきます。小泉進次郎が自民党の総裁選のまあ、最有力候補であると言われておりますが、もし小泉進次郎になるようなことがあったらえー、日本崩壊すると思います。で、そう思う根拠があるんですね。で、この小泉進次郎の不可解すぎる発言と。 まあいくつもはあの、まあ、おかしいことを言ってるんですが、今回はこの解雇規制緩和、この本当の目的について、まあ、調べて分かったことを思うことをお話していきますので、今回もよろしくお願いいたします。まず、ですね、小泉進次郎、まあ、石破茂、高市早苗、まあ、全員そうですが、自民党というのはこの売国度しかおりませんで、この自民党がですね、まあ、何をしようとしているのかというと、憲法改正ですね。 えー、救助をなくし、えー、基本的人権をなくし、緊急事態条項を入れる、徴兵制を入れる、これにまず絶対国民が反対して、何としても憲法改正を阻止しないといけません、そうしないと、日本が有事に、えー、巻き込まれてしまうからです、でまずその話は、まあ、最後に、えーまあ、少し、まあ、するとしまして、まあ、いろんなことが言われてるんですよ、ひ、まあ、一言で言うと、この小泉進次郎という人間を支持しないという国民が圧倒的に、えー、多くいるはずなんですね。 あのマスコミはですね、そういうことを分かってか分からずか知りませんが何としてでもこの小泉進次郎をこの優位に運ぼうとしているというそういった節が見受けられるんですがもしもですね、小泉進次郎が自民党の総裁あるいは内閣総理大臣になった場合はあの小泉進次郎本人が言ってましたがこの低所得者に増税するんです。よね。だからま、まず、あ、その、 生活がですねこの低所得者の方、まあ、僕もそうですが、厳しくなると、ね、じゃあ例えば、まあ、普通に、ねまあ、働いている方とか、まあ、一部の富裕層はいますが、一部の富裕層はまあ何もない人も、今度はですね、まあそのまあ、普通に働いている方、ですねその方もこの小泉進次郎の考える、まあ、小泉進次郎の考えるっていうか、背後にいる父親の淳一郎と竹中平蔵だと思いますが、その指示のもと、 もう日本国民はね生活できないとだから例えばですねちょっと話がそれるんですがあのよくこういった政治の話とか外交の話になるとですね外国が攻めてくるとか特に中国が攻めてくるとかってあの言ったりするねそういったおかしい人がいますがそんなことはなくてもこのままいったら確実に日本滅びますもうあの今回の話を聞いていただいて多分皆さんも思ってらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。だから僕たち国民ががどうにかしないといけないいいとけんですが まあね、どうにもこうにもしようがないというところもありますしもう、ね、自民党から出る人間がもう全員、ね、売国なんで話にならないと思うんですがこの売国奴しかいない自民党ねでたまにですねあの僕、調べていてあるんですが SNS にですね小泉進次郎、スンズローさんはイケメンだからとかねもういい加減にしろ、本当にイケメンだからとか絶対に選んではいけない人間だ。 この小泉進次郎、父親の純一郎のことで忘れたのかわかりませんけど、日本国民をです、ね、不幸のどん底に突き落とす人間です、この親子、うん、この親子プラス竹中平蔵この日本国民が生きるか生きられないか、この生存にです、ね、関係してくるんですよ、で一回、この親父の小泉純一郎と竹中平蔵にぶっ壊されてるわけですよ、失われた30年ね、小泉純一郎、竹中平蔵安倍晋三、岸田文雄と。 でそれで、えー、もう国民生活、どうにもならない今のこの状態で、まあ、岸田がとどめかと思ったんですが、多分小泉進次郎になったら小泉進次郎がとどめを刺すと思うんですよ。日本社会の崩壊を意味します。で、えー、まずですね、日本社会の崩壊、あるいはですね日本社会の衰退に向かったのが、小泉純一郎、竹中平蔵のこの規制緩和ですよね。 この規制緩和で非正規雇用をどん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 増やして若者がどん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 貧困化していったわけですよ若者は貧困化して結婚しない子供ができない少子化の問題にもつながるそこその原因を作ったのは小泉純一郎と竹中平蔵ですそして竹中はですねパーマルナっていう人材派遣業の会社で大きく儲けてますよね自分で問題を作り出してねその自分で儲けると まあ当然、竹中の背後にはあ米がいる、まあ、米の支持かなんだか知りませんが、国民にとっては、あもう本当、マイナスでしかないことをされているわけですよ。その小泉純一郎、竹中平蔵その小泉純一郎の息子である新次郎っていうのが出てきて、本当に日本を潰そうと、もうね、そういったことを画策してる、うん、そういった話です。で、まず一つですね、小泉新次郎の不可解発言ということで、多分ちょっとこれね、ぶち切れる話なんですけど、 まあ別にそのなんていうのかな、うん、うまく言えないんですけどちょっとブチ切れる話なんですよね何がっていう話なんですがあの自分で言ってる意味分かってるかっていう話なんですよ小泉進次郎ってはっきり言って日本は衰退している日本の現状認識から日本は衰退している GDP はドイツに抜かれ世界4位に転落インドにも抜かれるうんなんでこうなったか分かるかお前の親父のせいだよ お前のの親父と竹中のせいで日本がこうなったんだよ。それ分かって言ってんのかって話国民はそう思ってるからなでそう思ってる国民が大多数であればいいんですがなんだか知りませんけど進次郎様とかね、うん、見つけたら僕あの結構怒りそうな話なんですよ多分思ってる人みんな同じなんじゃないかなと思いますけどね、うん、小泉進次郎の親父、じ潤一郎と竹中平蔵のせいで今の日本になったんだよ 昔日本っていうのは経済大国で世界一、二のね、そういったところにいた。なんで日本がどん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 衰退したんだ消費税を入れて、ねえー雇用を、雇用を非正規化して、そういったことをしたからだろでそ、それを全く言わずに、こういうことを言ってる時点ではもはっきりとどうかしてるからね。うん。で、今あ、山本太郎さんが過去におっしゃってましたが、今っていうのは日本人の6.5人、7人に1人が貧困なんですよ。だから 日本国民のことを本当に考えるのであれば、この7人に1人が貧困である日本の、えー、この経済状況を救うために消費税廃止、国民全員に給付金、積極財政が必要ですが、自民党は誰一人これを言わない、つまり、わかりますね、自民党は国民を救う気がゼロってこと、この売国度どもは日本国民の方を向いてないってこと、だからあのこの自民党が誰がなったってダメなんですよ。 青山繁春が消費税減税って言ってるけど、まあ、僕は青山繁春も嫌いなんですけどね、えー、その日本会議のつながりがあると思うんですけど、まあ、その話は一回置いといておそらく多分青山繁春は慣れないんですよテレビにも出れないとかっていうねそういったことがあったんでまあ本当に消費税減税言うからテレビに出れないのか何かどうだか知りませんけど とにかく、まあ、それもね、青山繁晴もポーズの可能性があるし、とにかく自民党っていうのは、この消費税廃止、あるいはですね、日本国民全員に給付金、積極財政っていう方にえいかないんですね、売国機民政策、国民が困ることだけをしてるわけですよ。自民党と経団連が後ろにつながって、うん、国民が困っていても国民には全くね、その経済的に救済することをしない、そして緊縮財政をする。どうかしてます、はっきり言って。で、今度は、ちょっと真面目な話でですね、えー、こう、なんていうのかな、 ちょっと息,息が詰まるんで、まあ、ち,ょちょっとしたまあ冗談というわけじゃないですが、まあ、小泉進次郎についてね、まあまあ、冗,冗談というか、うんまあ、こういったものを SNS に投稿した人がいたんですね。うんまあ、もう無能ののみですよこの人間はどういうことかっていうと小泉進次郎っていうのは記者会見に出てくる時にです、ね、必ずおそらく手,手元に見る台本があるんですよね。 うん、だから原稿を読んでるだけの人間ということです。全く考えていません。自分で考えてることはない。自分で考えて言葉を発したらですね、とんでもないことを多分う言うでしょうから、事前に用意されたあ原稿があるんですね。原稿というか、台本があるんでしょうね。で、えー、こういうことが調べたのかな。まあ、ちょっと言ったり失礼ですが。 これを調べる人っても結構暇人だなと思うんですけど、まあ、暇人っていうのも失礼ですけど、まあ、それほどまでにまあむ,むっとしてるんでしょうね。だまあその方が調べていただいたことをですね、えー、まあちょっと考えさせていただくと、小泉進次郎がですね、記者会見、1分53秒の間に台本、原稿を何回チェックしたのかと、うん、3.4秒に1回に台本を見てると、何も考えてませんからね。で今度別のとこころでもこれ調べた人がいて、 9秒の間に5回原稿を見てだから何も考えてないんですよ何かがあったらすぐ原稿を見て言う何かがあったらすぐ原稿を見て言う、うん、原稿を読んでるだけの人間、うん、だから宗主国米としてはこういう人間にあの日本の内閣総理大臣をやらしたいんですよこの原稿を作ってるのは誰かっていうのは分かりませんが父親の淳一郎あるいは竹中平蔵、菅義偉ジャパンハンドラー CSIS の可能性があります このたたたちが思った方向に日本を導きたい、うん。だからこういったものをまあ何て言うのかなやらしてるとその台本の通りに、えー、まあまあ沿って言わしてるとで、えー、このあとの内容を考えていきますが山本太郎さんがですね えー、正論をを過去に、えー、言言っったこことととがあるんでですすよね国会で、えー、小泉次郎と真逆なことを言ってますだから山本太郎さんっていうのは日本国民のことを考えて、えー、政治をまあし,、あのーまあ、してるしようとしてくれている、まあ、令和の人数が少ないからとかなんとかってそういうのを言う人がいますがそうしようとしてるんですよただ人数が少ないからできないわけですね8人の限界があるわけですよただそうしようと思って頑張ってくれてるわけですよで山本太郎さんは過去に国会でこういうことを言いました。 今のこのね日本経済の不況の時に何が必要なのかと雇用の安定化が必要ということで雇用の流動化はいけないっていうことを山本太郎さんおっしゃってるんですよその通りですただし自民党と大企業経団連は雇用の流動化それを目的とするなぜか理由は単純です解雇しやすくなるから新自由主義の加速それに向かって旗を振ってるのがね小泉進次郎なんですね 父親の純一郎がそれで思いっきり、ね、日本の非正規を拡大して、小泉竹中で、ね、非正規を、ね、あの拡大して、新自由主義を加速して、どん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 日本国民の生活が厳しくなって、もうこのままだったら、ね、国民が過ごしていけないかっていうところに、その小泉純一郎の息子の慎二郎が今度また旗振ろうとしてるっていう、そういった構図です。何かっていうと、それが解雇規制緩和っていうことです。小泉新次郎は おそらく、まあ、台本に用意されてるんですが、多分こういったことを台本であるから、えーまあ、言いなさい、だけど、余計を考えるとおかしいと、まあ、そのやり取りがまずあるんで、えー、そちらを考えていきます。小泉進次郎っていうのは言うんですね、今は人手不足なんでとかっていうことで、社会全体で、えー、雇用を、まあ、する必要があるとかって言ってるんですが、実際は違うんですよ、人手不足の業界と、人手不足でない業界があるんですね。 でこの人手不足の業界っていうのは体力的に厳しい仕事なんですよ。介護とか建設とかそういった仕事のところは人手不足なんですよ。でも逆に人手が余ってるところっていうのがあるんですね。ホワイトカラー、サラリーマンっていうことです。解雇規制緩和が起きたらどうなるのか。うん、単純に解雇しやすくなるってこと。サラリーマン、ホワイトカラーが解雇されやすくなるっていうこと。これに今向かおうとしてるんですよ。サラリーマンを解雇すす。るためですだから 親父の純一郎のやったものと今度は形を変えて息子のね進次郎がやろうとしてるってこれ極めて危険ですからね今のこの状況あの増税をしつつ、ね、高齢者の方の年金を遅らせつつ働いてる人を解雇しやすくなるってもう日本崩壊ですよだからこういうことをそれこそこういうことをやろうとまずしてるっていうことに気をつけないといけない。 でこの島根県知事の丸山さんという方がですね、えー、このことについて指摘したんですよ、小泉進次郎のやってることはおかしいと、この島根県知事の丸山さんという方です,すげえまとまなこと言っていて、その動画が SNS にあって、まあ、僕も見たんですが、まあ、ちょっとねその方の内容だけでも一つお伝えできるかと思うんですが、まあ、どういうことかということでね、要約してお伝えすると、こういうことを、えーまあ、おっしゃってるわけですよ。 島根県知知事事の丸山知事ってね、小泉進次郎の解雇規制緩和だからあ雇ってる側からしたらいつでも切れるいつでも首切れるようになるよっていうことでもそこに働いてる人からしたらいつでも首を切られるかもしれないってそういった状況の中で働くわけじゃないですか。 父親の小泉純一郎と息子のね、小泉進次郎に日本を崩壊させられる、まあ、日本の雇用かな。うん。自民党をぶっ壊すならぬ、日本の雇用をぶっ壊すだよ。壊してるじゃないですか。30年かけて。で、今も。うん、だから、こんなのになったらもう終わりですよ。だって、あの、分かりませんけど、働いているね、まあ、要するに雇用側と、雇用する側とされる側なんですが、雇用される側からいつ解雇されるかわからない。 解雇されやすくなるとでこの島根県知事の丸山さんという方がおっしゃってましたがあの雇用の,非正規化雇用の非正規化で日本人が一生安定しないっていうことをおっしゃってるんですよ。日本人が一生安定しない社会を目指してるのがそれが小泉進次郎ですよ。なんで応援する意味がわからないじゃないですか。 だからあ、こうなったらもう終わりなんですよで、まあど。もしかしてひっくり返るかもしれませんけど、誰にひっくり返るのか分かりませんけど、石破茂にひっ,かひっくり返ったとしても、石破茂っていうのは完全に憲法改正、有事肯定派なわけじゃないですか、高市んねだってそうでしょ、だから誰になっても変わらない、本当に厳しいですよ。で、まあ、最後にちょっとお伝えしようと思いますが、まあ、この自民党総裁選に出る人間たち全員ですね。 この者たちが全員スローガンとして掲げるのは憲法改正です。そもそもね、この自民党の総裁選に出る人間たちが憲法改正を考えること自体。それ自体が憲法違反です。憲法っていうのは権力者をですね、えー、縛るものなんで政治家がね。そんな憲法を変えるとか、そんなことを言ってはいけないんですよ。まあ、国民がわからないと思ってるのか、何だか知りませんけど、そういうことを言ってると。 だから完全におかしいんですよ。だ自民党の総裁選に出てる人間全員おかしいですよ。だから憲法を例えば変えないね、まあ、五憲権ていう,うみたいですけど、まあ、今のまんまですよ。要するに今の憲法のまんまっていうんだったらいいですけど、全員憲法を変えるでしょ。自民党っていうのはその党としてそれを目指してるんですよ。で、その自民党がですね、その憲法改正とかそういった方向に向かうこと自体が、これがまあそもそも憲,憲法違反ですから。 権力者のの暴走を止めめるるためにあるのが憲法なんですよね小泉進次郎と岸田文雄がおそらくこのねでたらめのまあ何て言うのかなあその台本みたいの暗記してると思うんですが小泉進次郎は自民党ができた時から憲法改正はですね国民の皆さんと約束しているとか約束だと考えているということなんですが全く国民は約束してません。 わけがわかりませんで。こちらについて調べた人があいるんですが1955年に現,現行憲法の自主的改正と、まあ、そういった表記があるんですが別にあの憲法を変えるとそんなことはないんですね。でそれがですね2005年に新憲法の制定今の憲法ですね今の憲法を廃止するっていうことはこれは自民党と日本会議が約束したっていうことで。 日本会議というのは、日本を有事に持っていく、極めて危険なシンクタンクで世界にも知られています。あのまる、丸せんべいとかが、もうちょっとですね悪くしたと言いますか、それが日本会議、ほとんど日本会議という名前が出てきませんが、まあ、日本会議ないしは日本会議というものですが、自民党の議員はこの日本会議に9割方属しています。 とにかく日本を有事に導く。で例えば国民が、ね、有事で亡くなってもそんなことを気にしない。自分たちが儲かればいい。もうはっきり言いますけど、何を考えているかわからない者たちです。売国度であり、国民のことを全く考えていない。だから自民党の憲法改正草案、その内容はですね、東丸の協議そのものなんですね。まあ、単純に言うと、先ほどお話した救助をなくす、基本的人権をなくす、緊急事態条項を入れる。 超平成を入れる何一つ国民が望まないものをするじゃないですか。で小泉進次郎はあね、党ができてからこれを約束なんだとデタらめを言う、岸田も同じでたらめを言ってましたね、話になりません。で、小泉進次郎っていうのは、会見の国民投票を一日も早く実現するとかって言ってるんですが、どうかしてるとしか思いません。で、これに関してもいろんな人があこの意見をしてるんですけど、 この憲法改正を、ねえー、あのもう気軽にって言いましょうか憲法改正を気軽に口にする人間というのはまともな政治家ではありません憲法を変えるあるいは憲法を作るというものもいますがそんなに簡単に憲法を変えたり作ったりできないんですよだから中身をまず理解していないで今の現憲法でもうほぼっていうかまあ99%ないしは100%でしょうね 99%、100%、今の現憲法で対処できるんですよ。緊急事態なんて起きませんから、緊急事態が起きたら、現憲法で対処するだけの話です。で、日本人がですね、有事に巻き込まれないことを考えて、昔の日本人があの憲法に緊急事態条項も徴兵制も入ってないんですよ。それを入れる入れようとしてるってこと。だから、何としても国民が止めないといけないんですよ、この憲法改正をね。うん 9条がなくなったら困るじゃないですか。9条のまあ意義を言いましたよね。中国がロシアが関係ありませんからね。日本が米の有事に巻き込まれないためにあるのが9条です。今僕たち国民が普通に過ごせるのは基本的人権が尊重されているからです。その基本的人権を削除する。どうかしてます。でこの緊急事態条項というの名前が分かったから、緊急政令と名前を変えて国民の自由を奪う。で、徴兵制です。 だからこれをしようとしてるのは小泉進次郎、まあ、を含む、まあ、自民党の、まあ、議員たち全員ですね。安倍晋三の悲願だったんですよ。安倍晋三っていうのは遠丸とズブズブですから,だからこういうことをしようとしてるのがあの今の、まあ、自民党今のっていうかもうでそれこそ党ができて以来の自民党がこれですけどね。 で僕あの前もお話ししたかと思うんですけど、リスナー様も、まあ、思ってる方いらっしゃると思うんで、まあ、例えばこういった話をすると、ですね、えー、日本はもうこのままいったらダメなんじゃないかって、えーまあ、思うかもしれないですそうではないんですよ。日本が良くなる方法ってのはあるんですよ。別に諦めるとかそんなことじゃなく、日本が良くなる方法ってのはあるんですよあの。別に難しいことなでもないんですよ。そ,その気があって、それを真剣にすればいいんですね。何が必要なののか。日米関係の見直しです。 憲法な,な,などではない、憲法なので触ってはいけない、日米関係の見直しが最優先課題です。日本というのはアメリカの属国っていって、アメリカの好きに、えーねえー、アメリカにもう言われるがままなんですよ。だからいろいろおかしい問題が生ずるんですよ。日米地位協定、日米合同委員会、これの見直し、これを政治家が真剣に考える、まあ、国民にはこれはまあどうしようもできませんから、日米地位協定、日米合同委員会、そういったものをです、ねえー、見直して、米の関係を見直して、 そそれここ日本がが主権を持つことが大切ですよくあのね、えー、まあ、別に僕はトランプもバイデンもカマラ・ハリスも誰も別にアメリカの人間なんて1ミリも期待もしてないないですしあの鬱陶しいとしか思わないんでねでそういうこと言うと例えばトランプはいいんじゃないかってトランプ日本国民と対立がありますよなんで理由は単純です土足で横田基地から入ってくるでしょあの 横田ラプコンっていう言葉があるんですけど日本の制空権っていって日本の飛行機は横田の上を自由に飛べないんですよなぜかっていうと横田基地ってのは日本のものではないからそこの上の空の権利をアメリカが持ってるんですよそれが完全に日本がアメリカの属国植民地っていうことですでその横田基地にトランプもバイデンも入ってきますよ少なくともある程度理解があるアメリカの人間であれば横田に土足で入り込んでこないと思うけどね そしてその後日本に来て好きかって言ってるわけでしょ。だからトランプもバイデンもダメだってことですよ。それを何だか知りませんけど、トラさんだったら変わるかもしれない。変わらないですよ。それってのは根本的なことは分かってないですよ。日米関係の見直しが必要だって。日米関係の見直し,て見直しをして、別にトランプだろうがバイデンだろうが、横だから自由に入れないようにして、ね、そういったことを徐々に徐々に少なくともそういうことをしていく。それが必要だと思いますよ。憲法改正などしてはいけない。 憲法改正をすると、得をするのがアメリカと東丸と日本国内におる,おる大企業なんですよ、有事で儲かるからね。日本国民は全く儲からないんですよ。儲からないどころかマイナスでしかないんですよ。命を奪われるからね。で、おそらくこの僕は真剣に話した話っていうのは、ここにいらっしゃるリスナー様をご理解されて、まあ、いるかあ、まあ聞いていただいて、えー、ご理解していただけるかと思いますが、おそらく小泉進次郎って1ミリもこんな話理解できないと思うんですよ。そんなやつが 内閣総理大臣になろうとしてるんですよいかにこの日本が今危険かっていう話ですよ。別に難しい話でも何でもないじゃないですか。でよくよく言うしてるじゃないですか。そんなこと言ったって中国は攻めてくる。中国は攻めてこないし、じゃあいいですよ。中国が攻めてくるって言うんだったら、その前に国内の国民の生活が詰むよ、このまんま言ったら。あのこの小泉進次郎の,このかじを切ってるので。だからね、えー、それも難しい話なんですよ。政権交代するって言っても。 ね、立憲民主党がどうしようもないって、まあいう状況じゃないですか、でその立憲民主党の背後にも米の息がかかってるんで、ただし、このまま本当にこの自民党政権、自公政権では、本当に日本が詰むと思います、で日本を積むように誘導してるのがこの小泉進次郎です、でその小泉進次郎がマスコミの一番人気で、ね、担ぎ上げられて、国民も一部ですね、進次郎さんとかって言ってるんで、僕はね、そういうのを見ていて、日本って厳しいなと思うんですよ。 まあ僕たち日本国民が住んでいる日本がより良くなることを願って、まあ、この今の現状とですね、何、まあ、としても国民にできることというのはこの憲法改正を絶対阻止することなんで、まあまあ、それは絶対だと思いますと、まあ、いうことで、まあ、ちょっと思ったことをお伝えしました、まあ、とにかく、ね、この自民党総裁選の話が話題に出るんですが調べるほどに何一つ国民にとってはいいことがない。 そう思いますっていうことで多分リスナー様も調べて、まあ、同じ似たことを思っていただいていると思うんで、まあ、共感していただける部分があれば何よりですっていうことで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします